伝書バト。伝書バトは、河原バト、土バトなどのハトを飼いならしハトの基礎本能を利用して、遠隔地からハトにメッセージを持たせて届けさせる通信手段の一種、あるいはその媒介として使われるハト。伝書バト、レースバトは、飛翔能力と基礎本能が優れ、千キロメートル以上離れた地点から数に戻ることができると言われる。使い方としては、 遠隔地へ電書バトを輸送し、足に通信文を入れた小さな筒、現在ではアルミ製が多いをつけて放給する。飼育されている旧車に戻ってきたところで通信文を受け取る。通信文だけでなく電書バトが持てるような小さな荷物を運ぶこともあり、その場合は背中に持たせることも多かった。特に僻地医療で血清や薬品等の運び手として重要な役を担った。 電書バトが迷って戻れなくなったり、猛禽類などに襲われて命を落とすこともあったため、通信目的を確実に果たせるよう、同じ通信文を複数の電書バトに持たせて話されることも多かった。電書バト、レースバトは常日の通り1 0 0ートル以上離れた地点から戻ることができるが、通常は2 0 0トル以内での通信、運搬等に使われた。電気が必要ない。 フィルムや薬品、血清、家畜の精子等、軽量な物資を素早く運搬できるなど、無線通信などに比べて利点もあるため、通信用をはじめ、軍事用、電令や偵察、報道用、主に新聞社や通信社、医療用、畜産用等の通信並び運搬手段として1960年代頃まで広く使われたが、近年は交通や、 通信手段の発達によってその役を終え、現在では実際に物資の運搬に使われることは稀である。故障も電書バトからレースバトへ移り、主にスポーツとして開催されるへ参加するため、愛好家が品種改良や訓練を行っている。農林水産省が統括する市役動物に指定されており、足場の装着と所有権登録、迷いバトの引き取り、 ワクチンの接種などが義務化されている。あくまで寄送本能を利用したものであり、一度飛ばしたハトは自分の巣に帰るだけなので、往復通信を行うためには、双方に9車が必要であり、あらかじめハトを輸送しておかなければならないため通信を行える回数に制限がある。一羽のハトは一つの目標にしか対応しないため、通信先が複数ある場合はその数だけハトを用意。 しなければならない。また、移動目標に向かって電車バトを送ることはできないため、船舶から陸上へ飛ばすことはできても、陸上から船舶へは送れない。ただし、特殊な例として、往復バトと戦時中の日本軍の移動バトの存在がある。往復バトは、二つの地点の旧車を往復するもので、寝場所と餌場のすみ分けによって、現在でも組んできる。一方、移動バトは、 戦場において移動式の旧車を探して鳩が帰ってくるもので、っぱなし鳩後に現体が移動しても訓練された軍用移動トは移動先へ寄送することができた。その実態や訓練法は古い書籍で見ることができるが、現在ではその技術やノウハウは失われている。伝書トの歴史は非常に古く、紀元前約5000年のシュメールの年度版にも使用を、 伺わせる記述があるという。確実な記録では、紀元前約3000年のエジプトで、漁船が漁協を知らせるために利用していたらしい。この頃のエジプトでは、様々な鳥で通信することが試みられたが、人によく慣れて飼いやすく、飛翔能力、飛翔本能に優れる瓦と、土とが選ばれ、定着したようだ。ただ、この当時畑は主に食用として飼育されており、伝書畑としては、 あまり広く使われていなかった。また、ギリシャのポリス間の通信に使われた。特に各ポリス代表が参加して行われた、競技会の覇者は、ハトの足に赤いリボンを結びつけ、故郷への勝利と栄誉の頼りとした。ローマ帝国で通信手段として広く使われ、各地に広まった。ローマ帝国以降は主に軍事用の通信手段として広く使われ、 産業革命期以降に最盛期を迎えた。第二次世界大戦時のイギリス軍は約50万羽の軍用バトを飼っていたという。第二次大戦中は電書バトが広く使われたため、ドイツ軍は対抗手段として鷹を使って電書バトを襲わせた。また近代になって報道機関が発達すると通信用に使われた。1850年のロイターの創業時は、 電書バトが主な通信手段だった。当時、最速の通信手段であった。日本には、河原バトは、飛鳥時代には渡来していた。電書バトとしては、江戸時代に輸入された記録があり、京阪神地方で商業用の連絡に使われた。1783年に、大阪の相場市、相模屋又八が、陶器目的で、 道島の米相場の情報を伝えるために伝書窓を使ったのを咎められ、幕府に処罰された。明治時代に入ると、軍事用として、本格的に様々な系統の伝書窓が輸入され、飼育された。有名なものでは、南部伯爵が導入した南部系などが現存している。民間でも報道用、趣味としても飼育が増え、遊楽町に集まる。 新聞各社の屋上には鳩小屋が作られた。第二次世界大戦に入ると、食糧難、軍用に堅納されるなどで民間の飼育者は一時的に減した。戦後になると会鳩は若年層の間でブームとなり、1964年の東京オリンピックの開会式で乗っ放し鳩行事の影響もあり、ピークの1969年には、 年間足は登録波数は400万話弱に達した。その後、マンガ、レース波と0777、嵐等の影響で一時的なブームがあったものの、前減傾向にある。また、新型インフルエンザ発生地域のレース自粛等、新しい問題も起きている。21世紀に入り、足輪に電子チップを内蔵して、期間を自動的に記録する自動入社システムが普及したため、 子供の頃に鳩を飼っていた段階の世代が、リタイア後にレースバトの飼育を再開し、鳩レースを楽しむことが、小ブームになっている。また、2010年以降、情報 IT 関連の新しい試みとして、レースバトに、マイクロ SD 等の超小型メモリーチップを運ばせたり、GPS ユニットや、CCD カメラ等を取り付け、より詳細な生態や飛行コースを追跡する実験も、 行われている。1988年6月にフランスから英国へ向けて行われた国際電車ハートレースはたまたま強い磁気嵐が起きている日に行われ放たれた5 0 0羽のハトのうち2日後のレース終了までにゴールに到着したのはわずか5%程度ほぼ全滅という結果になったこの事件をきっかけに磁場とハトの起草能力の関係に関する実験が 多く行われた。日本では1970年代を境に、ハトレースの平均期間率は低下傾向をたどり、数千は規模の登録レースでも、最終レースを待たず全滅することが各地で頻発している。イギリスでも期間率は5割を切っている。原因は解明されていない。主に猛金類の大増植設、地球の自転速度の減少と、 地磁気減衰の影響説、携帯電話の電磁波影響説、1990年代後半から言われるようになった、育種場外来種弁かつスピード重視の改良が横行した結果の3説が唱えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。